ギリギリオーバーですね。魔女っ子の放送禁止ギリギリオーバー、イエーイ、始まりました。はい、ありがとうございます。今日もこちら押し上げにあるワロップ放送局から生放送でお送りしております。ありがとうございます。そしてちょっとですね、皆さん、魔女っ子の放送禁止オーバー22回目になるんですけれども、初めての大事件が起きております。相方がいません。だけど亡くなられたんです。相方ですね、多分あれですね、毎日トマトだけを食べて生活してるんですよ、うちの相方。本当にトマトしか食べてないんですけど、どうやらそのトマトが切れてしまったそうで、トマトが切れてしまったそうで、まあしょうがないんじゃないかと。だから今日はちょっといつもと変わった形でやっていきたいと思うんですけれども、なんかこう見るとすごい寂しいね、逆に。なんかさ、こう一人で映ってればさ、一人のさ、ちょっと番組っぽい感じなのに、なんかこうなっちゃってるとさ、本当にいない人、いなくなってしまった人みたいなさ感じに見えない？めっちゃちょっとお花とかあると本当なんか拝みたくなるぐらいの空気なんですけども、はい、でも今日もそんな中、観覧に来てくださってるお客様ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はちょっと皆さんのね手も借りながら、今日も45分間やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、なんか何しよう、すごい寂しいです。私なんか最近ね、目の輝きがないってすごいツイッターで言われるんですけど、これなんでなんですかね。肌黒いよね、私なんか最近肌これでもね、あれなんですよ、日焼け止め7本目なんですけどね、日焼け止め7本目なんですけど、そう、なんかちょっと焼けちゃうんですよね。しかも家から出てないのに、今週なのにこんな焼けて、先週撮影でちょっと焼けたんですよ、プールの中に入ってくる。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。一旦